はい、皆さんこんにちは。今回は何に関して言及させていただきたいかというとね、気になるニュースということで取り上げさせていただいて、ね、解説させていただきたいと思います。今回気になったのはね、タイにおいて、感染が再拡大しているということで、この件に関してね、言及させていただきたいと思います。観光地の閉鎖相次ぐということで、テレ朝のニュースを記事を引用させていただいて、その後解説させていただきたいと思います。新型コロナの感染が再拡大しているタイでは、観光地も相次いで閉鎖を決めていて、観光業にさらに、深刻な影響が出ています。タイではこの2週間で新型コロナの感染者数が倍増し、1万人に迫るなどの感染が再拡大していて、閉鎖命令が出ている学校やバーだけでなく、自主的に閉鎖する、ね、観光地が相次いでいます。トゥクタクシードライバーの、コメントが出てるんだけど、今まで行ってないところも含めて行ったけど、すごく厳しい。朝から一人もお客さんが見つからない。タイ政府による国内旅行の、ね、キャンペーンは続いていますが、各地でキャンセルが続出していて、観光業に深刻な影響が出ていますということですね。まあ、ちなみにこのキャンペーンというのは日本でいう GoTo キャンペーンみたいなのが、ね、同じようにタイでも行われていてということで、あるわけです。前にもお伝えさせていただいた通り、タイに関してはね、前々から、いわゆる新型コロナに関しては、絶対感染はね、もっと出ているはずなんです。その中で、まあ、国民皆保険じゃないので、まあ、人々がちょっと調子悪くてもね、病院にかからずいたっていう人が非常に多くて、実際の数というのはね、もっともっと多いのが実情じゃないかなって感じがします。タイのバンコク駐在していたみたいな、タイ人に関しての気質もね、よくわかるみですから、警戒心やっぱ薄いですからね。そのあたり感染対策も十分とは私は思ってませんので、その中でもっともっとやっぱり広がっていったのかなって感じがします。タイのバンコクだって見てください、あれだけの人がいるわけであってね、あんだけ人が密集する場所があって、警戒心なく行ってる中でということで、広がらないわけがないというのはあるかなって感じがします。だから、まあ、今出てるものよりも実際もっともっと出ているということでね、まあ、皆さんもね、ぜひ、まあ、タイに行かれる方もこれからいるかもしれないんだけど、気をつけられた方がいいんじゃないかなって感じがします。で、その中でね、タイということで、観光立国です、タイはね。日本以上に観光立国、日本は観光立国じゃなくて技術立国ですから、まあ、技術がなくなってしまうとね、資源がないから厳しいんだけど、そういったところも技術流出をしないために我々は努力していかないといけないんだけど、まあ、タイは観光立国ですからね、その中で観光立国ということで、非常に外国人の観光客を受け入れてない状態で、さらに国内も、ね、タイ人が行けないような状況だと、非常に厳しいんです。タイに関して観光立国ということで、まあ、外国人向けの宿とかね、飲食店とかマッサージ屋とか、観光業者、いろんなところに多くの人々がいます。それによって生活をしている、非常に日本以上に多いのが実情で、これがね、今こういう状況だとね、非常にやっぱり厳しいのかなっていうのがね、あるところです。なので、タイの経済非常に危ないなって感じはしてくるわけです。まあ、アジアの通貨危機ってね、1997年にありまして、その中で、まあ、日本がね、多くの国々を救い、韓国などもね、経済危機になってね、韓国のにも救ったわけですよね。それに対して韓国の人が感謝しないというところで、多くの方がね、憤りを覚えてると思うんだけど、その中で、とにかくタイに関しては、落ち着いたらね、落ち着いたら行く予定です。まずはね、自分が考えているのは、まあ、エミレーツ航空でドバイの方に行き、そこから行ける国をね、感染者少なくて行ける国を行こうと思ってます。そういったところ、ね、日本に帰ったら自主隔離もありますから、その中で自主的にね、もちろんこれは守ります、隔離を自分でやります。で、そういったところもお伝えして、空港の様子とか、そういったところもお伝えしようと思ってます。ぜひともね、そこらに関しては楽しみにしていただければと思います。タイに関しては、今年は必ず行きます。その中で、現地よりね、まあ、このようないうふうな状況で、非常に厳しい状況で、このような形で店が閉まっていってね、閉店してしまっています。今こういう状況で、例えば、まあ、ひったくりなんかも起こっているということで、そういったところもね、行って現地より、報告できればと思ってます。タイのバンコクだけじゃなくて、チェンマイ、チェンライ、パタヤ、ホアヒン、サムイ、クラビ、ピピ、まあ、いろんなところを回っていきますので、その中で、情報発信をね、させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ぜひね、まあ、もしチャンネル登録いただいてない方が、チャンネル登録いただければと思います。これからも有意な動画、今国内中心にやってますけど、海外もね、海外がもともとは中心のあれの動画ですから、チャンネルですからね、国内のものを、アップしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。皆さん、何か質問があればね、質問いただければ回答させていただきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。